今回私が紹介する選手は背番号24番有町沙織選手です。どうもどうも。私が沙織さんのことをなんて呼んでるか皆さんわからないと思うんですが、ティンちゃんって呼んでます。サッコだけで。なんでティンちゃんなんだっけ。わかんない。サッコが急に呼び始めたの。前線でのキープ力と得点力、それはだいぶチーム的に助かっております。頑張ります。パン作りです。はい、よくみんなに作って配ってくれてます。はい、あんまり上手じゃないけどみんな食べてくれるんで。また作ります。チョコチップとアーモンド、ナッツ系。オッケー、よろしくお願いします。ーオーブン買ったんだ、もらったんでね。そうだよ ねやった。待ってます。はい、実は女子力に目覚め爪はネイル押し、うん、化粧の基本的なほぼ買ってましたね。化粧もね、うん、そろそろしないとやばいかなと思うんだけど。やりましたか。1回2回家でやったけど、うん、みんなの前ではなんか難しいね。サッコすごいね。今度教えて、任して。3年前か、うん、3年前の新潟アウェーでの新潟戦、うん、1点先制されて追いついて、うん、最後に、うん、あれ綺麗だったね、トラップからのシュート、うんうん、ミドルシュート、ミドルシュートはとても綺麗でした、うん、とても印象的でした。でもあの時ね、あ、結構遠かったんだけど。結構遠かったよね、うん、あれで外してたら多分だいぶなんか持ち運べたし、確かに入ったからよかったけど。いや、あれはマジで遠かったよね。うん、遠かった。いや、マジ印象的でした、うん、いつも助けられてます、沙織さんには。みんなです。ま、こんな感じです。はい、以上です。ありがとう。私が次に紹介する選手は、できそう。できるよ。はい、沖野クレア選手です。沖野クレア選手です。